いや豊橋競輪場に来るのは楽しみなんだよな豊橋駅から路面電車で行こう旅気分を味わえるっつうのもいいしロケ地も多いんだよな朝ドラのエールの舞台でも使われている「イコベ海岸」いろいろあるもんな朝ドラの主人公みたいな女の子に出会えたら嬉しいなうわめっちゃでっかい人おるよ朝ドラの主人公みたいな女の子だ あんな言うほど大きくないですよへえ、化け派一緒やはい化け派一緒やこれ化け派じゃないですねすーごー、はい、私ね、トランクのトラよかったらトラさんと呼んでくださいブタさんは？ブタさんじゃないです<笑>,笑ってるめちゃくちゃ笑ってるめっちゃおもろいなああ、ありがとうございます、ね、めっちゃおもろやい,いやいや、あなたもとても素敵な女性ですよ素敵やなんて、照れるわて、うん、れる姿も可愛いな今日こそ恋の予感か <laughs> のとよこっていうね。とよこさん。すごい。すごいそんなに何度も。ほら。ほら。ここにおるみたいや。あ全然全然。ここかと思った。えここや。えまだここや。えま壊れた？壊れてないですよ。へすごい。へなんで豊橋来たん？と橋競輪場で一応勝負しようと思ってね。おっちょ橋。あもう競輪大好きもう全国の競輪。今日何勝ったん？ な何勝ってんの？ライン狙ってんの？まあ今日はななだから。ラインラインラインライななから。あんまらへんやなんで？いやなんか短期で面白いから。なんで短短期で？短期のなな狙ってんの？結構アナトやね。えアナトなそれえ本命も変いつつアナウンサる感じ？いやそんなことないですね死死りますねはい。あまでも問い合わせってさラインで決着することないやん。 ああ、確かに確かかににだからさ、昨日とかもさ、ほら昨日と LINE でそれで LINE で来られたらどうしたらいいか分からないよ、こっちも。あ,あ確かに豊橋信じたらいいのか選手信じたらいいのかみたいな何地元の LINE とか何年生やんな適当に行って予想しようかな適当に行ったらあかんやん,なんで適当に行くん<や>何社新聞読んでるいやいや